皆さんこんにちは、ゆうみんです。今回はですね、前回コストコに行っていろいろ購入品を紹介したんですけれども、今回またコストコの商品で別のものですごいの見つけちゃったので紹介していきたいと思います。こちらです。ドラララララグラッドのプレッスンシールです。一応これサランラップなんですけど、粘着力があるサランラップなので、本当にちょっとくっつくからマジで漏れない。しかも冷凍保存とかもねできるらしいので、前回買ったパンをね個別で保存するのも今日やろうと思います。パッケージにあるようにジュースをこう入れた時に、途中まででいいやみたいになった時にサランラップするじゃん。そしたらこうやって叩く時にこぼれないらしいです。やばくない？ちょっとやってみようと思います。はい、こんな感じですね。じゃじゃーん。普通のねサランラップよりも太い気がします。やっぱコストコサイズって感じがしますね。パリパリ言ってる。粘着力があるとペタペタしますね。うわー、表面のところが粘着力があるの伝わるかな。ノリっぽい感じ。セロハンテープまでくっつかない。全然そういう感じじゃない。こうやってできるから、強く握るとペタってくっつくぐらいかな。これがチューイングガムと同じ成分でこうくっつく感じらしいので、食品に使っても全然安心みたいです。早速ジュースのやつねやってみましょう。この箱に書いてあるやつ受けてみなさい。おーに、あーどうだわ。ジュースでも飲みたいわね。ジュースでも飲もうかしら。いけない、他の予定を思い出した。どうしよう、こんなに持っちゃったけどどうやって保存したらいいのかしら。そんな時にはこちらがおすすめ、グラッドプレゼンシール。じゃあこれをはめてみたいと思います。つけてみますね。よいしょ。わ、すごい、服にめっちゃ貼り付いてる。こんな感じです。上の方もこうピーンって貼ってる感じしました。じゃあいきますよ、運命のひっくり返しまで。3、2、1。おー漏れない。やばい、全然一滴も漏れないですね。結構豪快に振っても大丈夫。これさ、子供とかがさこう飲み残したやつとかをパッてやってさ、パッ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 てやってさ、冷蔵庫入れとくとかでもさいいんじゃない。パンって倒しちゃったとしてもこぼれないし、このストローでさせるらしいです。あ、もうパーン言ったね。これでこうやって普通にさ子供用にさ出すときにさこうやって出すのもありじゃない。超いいと思いますこれ。じゃあちょっと早速冷凍用にね小分けしてみましょう。レッツトライ。じゃあまずこちらのプレッセンシート出します。ひとまずこんぐらい。こちらの粘着力がある方を上にしてます。でここにパンを並べていきます。パンをこんな感覚で並べていきます。なんかねパン置いてもね粘着力ある方なんだけど、そこまでなんかこうくっつくとかはない。割とポンって置けます。そして上から今度は粘着力がある方を下にして、で粘着と粘着くっつける感じかな。でパックにしていきます。いやーちょっとね上はね多めに取りましょう。でこの時に注意するのが、空気を抜くように下のとこう組み合わせていきます。ちょっと余分になっちゃったところは切っておきます。はい、完成しました。こんな感じですね。空気が抜けてちゃんと一個一個がこう保存されるような感じになると思うので、お肉とかあとはお魚とかそういうのにはもっとね向いてるんじゃないかな、パンよりもって感じがしました。でもねこのまま冷凍庫に入れて、で食べたい時はそこの部分だけこう切って、でこう剥がせば別に問題ないので、こっちの方がね空気がちゃんと抜けているので保存状態は良くなるんじゃないかなと思います。結構ね画期的なサランラップなのかなと思うので、自分でこうカスタマイズできるっていうのはいいのかなと思います。多分ねいろんな使い方ができると思います。貼ってそこになんか書いたりとかすることもできると思うので、使い方は多分いろいろあると思うので、
これこうしてみたら面白いんじゃないかなとか思うことがあればぜひコメント欄で教えてください。はい、じゃ残りのパンもね全部冷凍していきたいと思います。それではこの動画が面白かったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。そしてインスタグラムも始めましたのでぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。